デストロ246は、高橋慶太郎による日本の漫画作品。月刊サンデージェネックスにて2012年5月号から2016年5月号まで、連載された。前日短である、デストロ016が、同志2021年5月号より連載中。殺し屋、先を主人公としている。現代日本を舞台に、女子高生の殺し屋同士の戦いを描く。 ガンアクション漫画。高橋の前々作である、オーディナリーの主要人物もレギュラーで登場しており、同作の続編という面も持つ。高橋曰く、女の子ばかり描いていたいとお願いしたところ、願いが叶った漫画、男キャラは雑魚しか出てこないとのこと。単行本題一貫初版には、こうした高橋のコメントに編集者による、クソ凶暴な女子がメインという文言を足したものが、 キャッチコピーとして帯に掲載された。タイトルの246 24は246と読み、意味は国道246号のことで殺し屋たちの島をイメージしている。物語は東京で発生した殺し屋たちの戦いの権威を美野吉野がレポートする形で始まる。実業家のトールや隆一は家族を毒殺され復讐のために生きるようになり、南米の麻薬組織から 少女の殺し屋を二人購入した。通る屋は二人に、緑、愛と名付け、日本に連れ帰る。来日した緑と愛は、竜一の世を受けて、暴力団を、次々と襲い殴り殺しにしていく。その過程で二人は、政府機関の殺し屋である少女、今里と出会い、同じ殺し屋として、強く惹かれる。また、女子高生の暴力団、組長、いちご、 その同級政権越えである、レンゲ、難点とも遭遇し、反発し合い、アサシンキラーとして、構想に身をやつしてゆく。オーディナリーの子も、参照のこと。横浜の暴力団で、東京にもルートを持つ。表向きは不動産業及び住宅圧線業。主な資金源は、アイスとエクスタシーの密売で、他に、株取引やお嬢様女子高生を専門にした。 高級売春組織の運営もしている。ありがとうございます。